1971年、石原裕次郎さんの人柄に惹かれて、借金で倒産寸前だった石原プロモーションに入社されて以来、石原さんが亡くなった後も石原さんと強い絆で結ばれていた渡哲也さん、また実の弟で俳優の渡瀬恒彦さんとも特別な絆で結ばれていたようです。今回はそんな渡哲也さんと渡瀬恒彦さんの兄弟愛や、芸能界一怒らせると怖いと言われている渡瀬恒彦さんの伝説について見ていきたいと思います。渡さんは青山学院大学の時、早稲田大学に通う渡瀬さんと東京で共同生活をしていたようです。そして大学在学中、渡瀬さんと渡瀬さんが所属していた空手部の仲間が内緒で、浅岡瑠璃子主演100本記念映画の相手役となる新人ミスター X の募集に応募したことがきっかけで芸能界に入られました。渡瀬さんも東映の社長だった岡田茂さんにスカウトされて芸能界に入られているのですが、その後も兄弟の仲はとても良かったようです。その後、渡瀬さんは仁義なき戦いシリーズ、十津川警部シリーズをはじめ、渡さん同様数多くのテレビドラマや映画に出演されているのですが、兄弟揃って俳優となればやはり共演が気になるところですよね。実はお二人はこれまで1971年甘く力口、2011年帰郷、2013年十津川警部シリーズ消えたタンカーで3度だけ共演されています。そのうち3度目の共演となった十津川警部シリーズの消えたタンカーでは、渡さんが犯人役、渡瀬さんが犯人を追い詰める刑事役という初の兄弟対決を演じられています。もともとこの作品のプロデューサーが渡さんの大ファンだったことから、いつか兄弟共演を実現させたいと熱望し、渡さんに出演を依頼したそうです。しかし渡さんは帰郷で兄弟共演をした際、兄弟共演はこれで最後ですと宣言していたことから一度は断られます。それでも諦めきれないプロデューサーは渡瀬さんに何とか口説いてほしいと頼み込まれたそうで、その熱意に打たれた渡瀬さんがお兄さんを説得すると、それから1ヶ月後ついに渡るさんが折れたのだそうです。実は渡瀬さんにももう一度共演したいという気持ちがあったとのことでした。実際に撮影が始まると、渡瀬さんは渡さんが現場に来るときは1時間前に来て待ち、自分の出番がないときでも渡さんの芝居を見ていたそうで、周囲の目から見ても強い兄弟愛が感じられたそうです。ちなみに渡瀬さんはあるとき兄に、どうして石原プロなのと聞いたら、裕次郎さんだと言われたそうです。そして裕次郎さんが何と聞くと、優しいんだと答え、人を許すことができる裕次郎さんの器の大きさ、それと同じようなものを渡瀬さんは兄から感じていたそうです。しかし渡瀬さんは2015年8月末体調不良を訴え、医療機関で検査を受けられると胆のうがんが発覚し、この時余命1年の告知を受けてしまいます。それでも都内の大学病院で5ヶ月間抗がん剤の投与と放射線治療を受けられると、その後も入退院を繰り返しながら治療を続けていたそうです。その間も少しずつ仕事もこなされていたのですが、2017年3月14日胆のうがんによる多臓器不全のために東京都内の病院で他界されました。渡さんは所属事務所の石原プロモーションを通じて、当初よりステージ4、余命1年の告知を受けておりましたので、今日の日が来る覚悟はしておりましたものの、弟を失いましたこの喪失感は何とも言葉になりません。幼少期より今日に至るまでの2人の生い立ちや、同じ俳優として過ごした日々が思い返され、その情景が断ち切れず辛さが募るばかりです、と直筆のコメントを発表し、最愛の弟を偲ばれました。ちなみに渡さんは渡瀬さんのがんが発覚し、闘病生活が始まってからはそれまで滅多になかったお互いの家の行き来を頻繁にし、連絡を取り合っていたそうです。その時にどちらが先に行っても派手なお別れ会はやめておこうと約束されていたそうです。そしてその3年後、兄の渡哲也さんも肺炎のため亡くなられています。関係者によると、渡さんは妻の敏子さんに対し、
自分の訃報は葬儀など全てが終わるまで誰にも知らせるなという趣旨の遺言を残していたといいます。そして車葬も行わないよう言い置いていたそうです。自身のことで人を巻き込みたくないという男気だったといい、館博史さん、神田正輝さんら石原軍団所属俳優にも最後を知らせず一人で旅立ちました。石原プロ社員俳優たちには12日に死去が伝えられ、家族葬には館ら俳優も駆けつけることができなかったそうです。これには弟の渡瀬恒彦さんと話していた、どちらが先に行っても派手なお別れ会はやめておこうといった約束も含まれていそうです。ここからはそんな渡瀬恒彦さんが生前残した伝説について見ていきたいと思います。まず一つ目は、安岡力也さんを半殺し。身長187センチで元キックボクサーの安岡力也さんが唯一恐れたのが渡瀬さんだったそうで、安岡さんはイケイケの売り出し中だった頃、渡瀬さんに東映会館の駐車場に呼び出され、半殺しの目にあったといいます。呼び出した理由については、ただ単にイケイケだったからのようです。1990年から約2年半、渡瀬さんの付き人を務めた俳優の永井直樹さんによると、僕が付き人になったのは渡瀬さんが46歳の時でしたから、周りの人たちは丸くなったっておっしゃっていました。でも安岡力也さんには、お前久志さんを怒らせちゃダメだぞ、俺がどれだけ怖い思いをしたか知ってるかと脅されましたと明かされています。2つ目は、岩城浩一さんと館博史さんをボコボコにして川に放り込む。渡瀬さんは不良を売りとして芸能界に乗り込んできた岩城浩一さんや館博史さんらロックバンドクールスのメンバーにも礼儀を知らず調子に乗っているという理由からボコボコにして川に放り込んだと言われています。3つ目は、先輩菅原文太を一括。11歳年上で早稲田大学の先輩でもあり、俳優としても東映の先輩でもある菅原文太さんにも主壁が悪かったことから、お前帰れと怒って一括したことがあるそうです。さらに、先輩なんだから金は置いてけよとお金は出させていたそうです。その他にも、当時血気盛んだった松田優作さんを一瞬で倒した、米兵3人を1人で倒した、反社会的組織にさらわれた国士官の知人学生たちを助けるべく一人で事務所へ突入したなど、数々の伝説を残しています。また渡瀬さんの場合、あいつは強いよという他の芸能人の方からの発言が多いのが特徴ですので、本物感があります。ちなみに兄の渡哲也さんも喧嘩が強いという評判があるようですが、弟の方が喧嘩も勉強も上と本人が認めているそうです。ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。